家に知らない男がネットで私と会う約束をしたと言って来たんです。なんでこんなことになってるのかわからなくて。なるほど、調べてみましょう。ただネットやメールしか手がかりがない場合、捜査に時間がかかってしまうのですが。この先どうなってしまうのか不安で仕方なかった。そんな彼女のために近くに住む幼馴染たちが集まってくれた。どうしてこうなったのか本当にわからないの。怖いわ。サイモンがどうして。サイモンって男一体何者なんだ。とにかく私たちができるだけそばにいるようにしましょう。ありがとう。エイミーを一人にしてはおけないと三人が交代で付き添ってくれることに。しかしその後もエイミーとネット上で知り合い会いに来たという男は後を絶たず。会いに来たよ、楽しもうぜ。そしてついに事件が。ほんの少し外に出ようとしたその時だった。いやエイミー会いに来たよ。何やってるの、話して。何って、さっきまでチャットしてエイミーが襲いに来てくれって。どうなってんだクソ。男を捕まえることはできなかったが車のナンバーは見逃さなかった。警察に通報。男の車のナンバーを伝えるとようやく動いてくれた。その数日後、衝撃の事実が判明する。エイミーさん、カリド・フセインという男をご存知ですよね。昔付き合ってたとか。ええ、今も私を守ってくれています。あなたの元に来ていた男たちやメールの嫌がらせなどは全てカリド・フセインの仕業でした。大丈夫、大丈夫よ。